皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。僕はですね、もう今日は昨日ぐっすり寝たんで、もう快適です。はい。ということで、昼過ぎにもうなりましたが、一杯いただきたいと思います。おいしい。いい苦味と甘み。いやー、いいなー、おいしいなー。おいしいです。あー、昼寝がしたくなってきたなー。早くも酔うの早いですね。酔うの早いですね。はい。アルコールが効果が出るのが。雰囲気ですかね、多分ね。血中アルコール濃度そんなに早く高くならないですよね。はい。完全に雰囲気で持っていかれてますよね。はい。いやー、昼寝がしたくなってきたなー。今日は暑いらしいですね。はい。僕は、まあ、今日は家にいるんですけれども、はい。まあ、ちょっと外には出たくないな。はい。今日何しようかな。髪はまだ染める時期じゃないんですよね。いや、染めなきゃいけないのは分かってるんですけど、今度なんか収録、グループの YouTube の収録がある時とか、もしくは誰か重要な人と会う時、それが決まったら染めようかなと思ってます。まあまあ染めなくてもねいいのかなとも思うんですけど、うん、まだ今のところは、うん、だいぶ顔老けましたけど、うん、ダイエットで、うん、それでもやっぱりちょっとまだ髪は黒い方がいいのかなっていう感じがするので、はい。まあちょっと高級な化粧品使ってるっていうのもあるんでね、株主優待でやってきた。はい。なんでまあ一応髪は染めとこうかなと、まあ経費で落とせますしね、はい。と思ってます。いやー、皆さんはどうお過ごしですか？お元気ですか？ね、まだ夏休み来ないですね。お子さんがね、お子さんが学校にまだ行ってる時期ですね。お子さんがいらっしゃる方はね、はい。夏休みになったら忙しくなるんじゃないですか。今のうちにね、いろいろやっておきたいですけどね。けどね、暑いし梅雨だしで、もうどっちも嫌だみたいなねのもありますけどね。そんなこと言ってるとね、一年中ね、何かしらあの気候のあの不愉快さがあることが多いですからね、はい。あんまり気にせず出ちゃった方がいいと思うんですけどね、僕はね、はいはい、そう思いますけどね、はい。そうですね、はい。いやー、今日は朝豆腐シチューというものを食べたんですよ。っていうか、まあシーフードのシチューに、なぜかわからないですけど、味噌汁に入れるサイズの豆腐がたくさん入ってるっていう
シチューをいただいて、クリームスープをいただいて、あれ豆腐が入ってるみたいな。だから要するにスープは残ってるけど、あの具がタンパク質が足りなくなってきたんで豆腐を混ぜたっていうことで、はい、何も悪くなかったですけどね、味は。はい、はい、美味しかったですよ。はい、何でもありじゃないですかね。昔はね、なんかレシピ通りにとか、うんぬんかんぬんみたいなのね、うるさい時期もありましたけどね、ね、こんなのとか、どうのこうのとか、僕がコーラとオレンジジュースを割って飲んだら、うわーとかって、みんな僕のこと変人扱いしてましたけど、今ではガストでみんなやってますからね、ガストとか、あのカラオケとかでね、あるでしょ？ね、ペプシのやつとか、コカ・コーラのやつとかでね、足して、ビューンって出てくるやつね。カルピスコカ・コーラとかできるでしょ確か。ねえ。ねえ。僕、時代の先端を言ってたんですよ。あの時。ただの変人です。はい。いや、けど違いますよ。本当にその楽しみを僕は、だいぶ前から知ってたんですよ。はい。変化を楽しむっていうことを大事ですよ。はい。同じことばっかりやってるから日本経済はこんなことになっちゃったんですから。変化を楽しむぐらいじゃないと、社員が変化を楽しむぐらいの会社にしておかないと、もう変化についていきません。ていうか変化をついていくっていう考え方がもうそもそも間違ってるんですよね。変化を作り出す会社にならないといけないですよね。はい、本当はそれぐらいじゃないと、リーディングカンパニーを目指すぐらいでちょうどいいみたいな、はい、感じだと思うんですよね。はい、僕はそういう会社の株を買いたいですね。はい、はい、そうですね。まあもしくはそれを過去にやり遂げて、今圧倒的なシェアを持っていて配当が高いとか、はい、そういう会社の株を買いたいですね。やっぱりっていうか買ってますね。はい、あとはやっぱり新しいものを作り出している、はい、で自分が使ってみても便利だと思うもの、そういうものっていうのは自然と伸びていくんで、はい、あの無駄遣いしない限り、はい、はい、でそういう会社の株はまあたまに買ってますけどね。はい、そういう株っていうのはまあ下がることもあるんですよ。けどまあ10個買えば1個大当たりドーンといくんで、はい、もうちょっとした損失は帳消しなぐらいドーンといっちゃうんで、はい、まあそういうのもちょっとは楽しみながら、はい、やってるって感じですね。そうですね、やっぱり成長を応援するっていう姿勢は必要だと思うんで、まあ投資の一つの妙味ですよね。はい、すでに完成された企業の株を買って配当をもらうっていうのも大事なことですけどね。その配当金で新しい株が買えるわけですから、はい、はい、はい、いやー、まあね、いやー本当に投資は楽しいですよ。さっきの馬主の話じゃないですけど、投資は楽しい。勝てばね、はい、そうですね、はい、そうですね。僕はあんまり取引しない方なんですけど、はい、そうですね。まあそうですね、投資しない人もいますよね、怖くてね。はい、けどまあ僕のメールマガジンを読んでる人なんかはもうお分かりだと思うんですけど、投資をしておかないとまずいっていうぐらいの時代に突入しようとしてますから、はい、
皆さん勉強してやりましょうね、はい、無理強いはしないですけど、はい、ただ一応僕は言ったよっていうことは投資のプロとして一応言ったよっていうのを事実は作っておきたいんで、一応投資を進める言葉は言うようにはしてますけどね、はい、じゃないとなんであなたあんなに投資で儲かってたのに教えてくれなかったのって、今日本こんなことになってんじゃんって、私大損こいてるよとかって言われたらもうちょっとあめんどくさいことになるんで、はい、だから一応進めることにしてますね、はい、何でもいいってわけじゃないんですよ、はい、やり方あるんで、もうすでに YouTube で配信してるんで、はい、後で皆さんプレイリストで投資って投資のプレイリストを見てください、はい、いやーそうですね酒飲んで金の話って本当に金に本当にがめついやつだなって感じですよね、ひろきくんね。本当に金にがめつい人だな、この人は。何かといえば金ってね、儲かってるからってね。儲かってるからって金の話をしたがるやつって最悪ですよね、本当ね。はい、僕はそう思います。まあけど楽しいんですよ。だからこの楽しみを知ってほしいっていうのがあるんですよね、やっぱりね。伝えたいんでしょうね、やっぱりね、はい、投資はちゃんとやれば儲かるんですよって、皆さんって、はい、だから騙される前に僕のところに来てくださいっていう気持ちはもうすごくありますね。もうすごいありますね、それは。はい、騙される前にもう銀行も騙しますからね、はいはい、最近もニュースになってるでしょ、銀行がお客さんを騙して変な商品買わせて大損こかせたって、おじいちゃんおばあちゃんを騙して、はい、銀行、大銀行ですよ、しかも結構な大銀行がそういうことやるわけですよ、本当に、はい、銀行も信用できないんですよ、はい、銀行と僕どっち信用します？正解は僕なんですよ。本当ですよ。本当ですよ。本当です。本当ですからね、これ。はい。はい。ということで、金の話で終わってしまいました。はい。皆さん、お金を増やしましょう。貯めましょうじゃなくて、お金を増やしておいていきましょう。今のうちに。はい。飲んでて言っても説得力ねえよって感じですよね。はい、終わります。この配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。昼寝します。